オーメンズイレブンゲームチャンネル。おー、こんにちは、こんにちは。はい、はい。もうやっぱハロニアをこんにちは言いてー。出てくるねー。超言いたいよー。言いたくねーみたいな話もしてたね。いや、言いたいよー。言いたいんだ、さっきね。はい、本日はですね、黒猫の、はい、はい、そうです。はい、黒水ですね。はい、お見せしたいと思います。はい。黒さんがあの大昔から黒猫ね。そうですね。そうなんです。始めたのは多分2年半前ぐらいなんですけど。白猫はやる前ですよね。そうですね。で、はい、白猫やり始めたらなかなかログインとかもできなくなってきてなんですけれど、ね、こんな感じです。黒さんもうちょい声張ろうか。あ、そう自信がなくて。なんでね、どうかな。特に私。ガチャ引きますか。今だってちょうど白猫と黒猫のコラボが、デッキとか見せる。デッキとかでもちょっとね、もうちょっと整理してから。ああ、そうっすか。そう、はい、全然用意してこなかったんで、はい、とりあえず今日は、うん、ガチャが、そのコラボガチャが来てるんですね。そうなんですよね。黒猫の、はい、こんな感じ。あれ出てくるかな。あ、出てきましたね。シャルロットとか、おお、うん、いいね。マールとか、はい、いいね。月見とか、白猫のキャラが出てくるからね、こう親近感が湧いて。そうなんですよね。黒猫やっててもね、そのたまに知ってるキャラが出てくるから、バロンとかもだってね、初めからいるもんね。いますね。なんですよ。ガチャ引いてみます。ガチャ引きます。なので、はい、どうかな。久々に。だから白猫のキャラが出てくればいいんでしょ。うん、出てくれたら、うん、まあそうだね、動画的には面白いですね。また演出も結構面白いんですよ。これ全部金じゃん。お、本当だ。でもまたランクがあるから、 SS とか SS SS がいいの。全然わかんない。あの、最終的にレジェンドになればいいんですけど、進化がまた全部できるのとできないのか。なに、ね、S がいいの、これ今出たの。 S だったかも。あれ A しか出ないの。やばいね、あんまり出てくれないな。一番初めファムみたいに出たんだよ。あ、ファムいます。あ、出た。 OS 出た。ファムと、あ、でもまた進化されてて、これなんだっけ、カグラみたいな。あ、なんだっけ。なんかいたよね。白猫。ちゃちゃ。この人なんだ。やべえ、全然わかんねえ。ハズキみたいな。ハズキじゃないけど、なんか日本、なんかそんな感じの。うん、そんな、なんか投票であったよね、白猫ね。あ、ありました。ハズキだ。よかった、覚えてた。そう、俺かっこいいなと思った。待って待って、当たりなの、ハズレなの、よくわかんない。まあ、全然、うん。あ、でもこれ進化、ここからさせていくと、はい、最終的に。また変わってくんで。だから今回の白の子のイベントのキャラが出たってこと？うん、キャラは出てない。出てない。あ、出てないんだ。そうです。ファムはもともと、そっか。そうです。もともと黒猫のキャラが。そうなんですよ。ファムでも持ってるし、ハズキももういるんですよ、ね。ああ、そうなんだ。そう。あ、じゃあ今回残念な結果だったんだね。そうですね。あんまり良くなかった。なるほどなるほどなるほど。でも、うん、ファムもね、人気があるんで。そういうことね。うん。ファムは初めから S っていうわけじゃないんだ。あ、でもこっからまた、うん。こう進化させていくんで、初めから S のキャラの方がやっぱりいいってことなんだね。あ、でも進化できる段階があって、その最初 A でもまた、うんうん、S にもなったりする。そうそう、もっと進化できるんで。初めから S のキャラはもっと進化できるんじゃないの。いや、そういうわけでもないんだ。でもないんだよね。じゃあ S じゃなくてもいいってこと。あ、でもまあ、でもその分、うんし、うん、進化はしやすいのかな。なんかね、全然最近やってないんで、嘘のこと言ったら。121か。121です。レベルか。はい。え、121ってこれすごいの？全然です。もう全然、もう300とか200体の人が結構多いんで、もう私乗り遅れてんですよ。まあ、これあれですもんね、うん。基本クイズですからね。あ、そうですね。クイズで答えて、うん、で属性のなんかね、まあ、そうですね、攻撃を与えて進んでいくみたいな感じだもんね。うん、でキャラもそう、なんかね。キャラにいろんなやつ、進化とかあれだね。そうですね、くっつけて、うん、育てていく感じでしょ。そうなんですよ。クイズだからね、全然知らないことは違う感じなんですけど。そうね、中身はね。そうそう、そうですね。はい、いやね、意外に面白いんですよ。勉強になるから。うん、僕もね、最近始めましたよ。はいはい。黒猫のウィズ。うん。これからね、あの、ガチャ動画とかも。そうだね。他のゲームもね、ちょっと上げていこうと思ってるんですよ、今。たまに。こう、白猫プロジェクトで無理やりネタがないのに上げてるとね、その時間、考えてる時間がもったいなくて、だったら他のゲームできんじゃねえかっていう話になりまして、ガチャも引きたいし、そうだね、他のゲームでガチャ引けんじゃんって。そうだよね。
そのガチャのドキドキ感味わえるんで、はい、他のゲームもねちょっとずつ手を出していこうと思います。はい、いつやめるかどうかは分かんないですけど、そうですね、できる限り続けていきます。なんやかんや白猫が一番面白いなんで、まあ白猫メインで当然、はい、そうですね、メインはそうですね、うん、はい、というわけで、新しいゲーム紹介、はい、というかこれから黒猫のウィズを始めていきますという、はい、動画でした。はい、またね、いつアップされるか分かんないですそうだね、本当ですね、見てやってください。そして黒猫のウィズやってる方は絡んできてください。あ、そうですね、はい、いろいろ教えてください。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。